はい、豊原球整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は天突というツボを、ご紹介します。まあ、このツボはですね、まあ、咳止め、で使いますね。で、まあ、喘息なんかでもね、まあ、使っていただいてもいいんですけど、当院ではまあ主に、まあ、風邪ひいた時や、あとはまあ慢性の、まあ、気管支炎とかね、まあ、そういった状態で、まあ、使うことが多いですね。まあ、喘息の時よりもなんか気管支炎とか、まあ、そういった時の方が、まあ、当院としては使うんですけど、まあ、一般的には咳止めの、まあ、ツボですね。はい、で場所なんですけど、まあ、これは本当に、まさに咳止めという場所でね、まあ、当院みたいな経絡治療からするとちょっと あまりにも症状と一致するところすぎて、っていうような感じですけど、まあ、天突、まあ、ここなんですね。ここに、まあ、喉仏があって、こう真ん中の正中っていうね、真ん中の正中上にツボがあるわけですけど、この喉のこうボコってへこんでますからね、こう骨があってボコってへこんで、このへこみのとこですね、ここがまあ千年灸なんか、まあ、ご自宅でやっていただけると、あの咳止めに対してまあ効果がまあ現れますし、あのこれだけで嘘っていう感じでね、まあ、止まることはないんですけど、咳止めのまあ効果があるツボですね。はい、以上です。